1927年のレフシェストフ、レフシェストフ1938年11月19日は、ロシア系ユダヤ人の哲学者。本名はレフ・イサコビッチ・シュワルツマン。日本語ではドイツ語名レオス・カストの影響から、レオシェストフとも表記される。キエフのユダヤ系商人の家に生まれ、モスクワの州立大学で数学と法律を学ぶ。 学官との衝突のためキエフに戻り学術論文を完成するが、その革命的な傾向のために、キエフ大学により受理されず、法律の博士号学位を取ることができなくなった。1898年から、ニコライ・ベルジャーエフ、セルゲー・ィア・ギレフ、ディミートリ・メレジコフスキー、およびバシーリー・ローザノフなどの知識人のサークルに入り、その同人誌に寄稿し始めた。 1908年にドイツのフライブルク、ついでコベットというスイスの小村に移住し、1910年までそこに滞在した。1915年にモスクワに戻るが、1919年のボルシェビキによる政権ラッシュの時期から生活は困難となり、フランスへと亡命することになった。1925年からソルボンヌ大学で哲学の講義を受け持ち、 ブレイズ・パスカルとプロティノスの研究に打ち込む。1926年にエトムント・フッサール。1929年にマルティン・ハイデッカーと知り合い。特にハイデッカーには、レンキルケゴールの重要性を教えられ、宗教と実存主義哲学へと目を開かせられる。1938年から重い病にかかりつつ、インド哲学の研究を進め、パリの診療所で亡くなる。 1898年に発表した、シェクスピアと、その批評家ブランデスは大胆な判断で注目を集め、1903年、ドストエフスキーとニーチェ、1908年のチェーホフロン、虚無よりの創造などの作家論、哲学者論で、真理は理性を超えると主張し、あらゆる合理主義に対立した。このような傾向は、ベルジャーエフが、ロシア的精神の特徴として指摘した。 ニヒリズム、文化や文明の賜物を重視しない態度の延長であり、シェストフは実存主義に通じる絶望の哲学を展開した。この哲学は1890年代以降ロシアで高まった反社実主義の主張に合致し、そのレトリックを駆使した名文も相まって象徴派作家に愛好された。亡命後の著作は第一次大戦後のヨーロッパに、 不安の哲学として迎えられ、D.H. ロレンス、アルベール・カミュー、ジョルジュ・バタイユ、アイザヤ、バーリン、バンジャマン・フォンダーヌ、ニコス・カザンザキスなどにも大きな影響を与えた。日本では1934年に刊行された悲劇の哲学が発端となり、満州事変以後の思想弾圧と社会不安にさらされた知識人の間に一時的な激しい流行を見た。 川上哲太郎が当時のシェストフの主な紹介者であり、文壇において、シェストフ的不安という造語が生まれた。翻訳は有婚者、シェストフ選手などにまとめられている。エムスローニム、ソビエト文学新潮社、1958年 p 1 0 8エムスローニム、ソビエト文学新潮社、1958年 p 1 0 8ありがとうございます。